ということで、こちらユリオン打ち止まり店です。一個気になってたのがあるんですが見当たらないな。そしてカップ麺コーナーもあった。北海道サラベツ牛乳を左側に注ぎます。サディカップ、こんにちは、のぶです。なんと沖縄で北海道で大人気のコンビニセイコーマートセコマのオリジナル商品が買えるということで今から行ってみたいと思います。ということで本日今来ているのはこちら沖縄県宜野湾市でございます。宜野湾市の宜野湾港マリーナです。向こうに見えている橋道路が沖縄西海岸道路ですね。おお、すごい楽しそうに、なんて言うんでしたっけ、あれウェイクボード合ってましたっけ。上手ですね。向こうの方まで行ってしまいました。で、全く関係ないお話させていただきましたが、今日はですね、なんと沖縄県でセイコーマート、北海道で有名という大人気のコンビニエンスストア、略してセコマというみたいなんですが、そちらの商品がですね、もちろん全てじゃないんですが沖縄県で今販売されてるみたいで、その売ってる場所がなんと沖縄県のローカルスーパーユニオンさん、ユニオンでセイコーマートの商品が購入できるようです。ある程度ネットでどういった商品が売ってるのかっていうのはちらっと見てるんですが、実は2月ぐらいから売ってる商品あったみたいですね。なんか全然知りませんでした。実はユニオンさんそこまで多くはいかないんで、あんまりいかないのが一番の原因かもしれませんが、今日はユニオンさんに行ってセイコーマートの商品買ってみてぜひ食べてみたいと思います。って基本的には飲食系のものだと思います。それではこっちは宜野湾港マリーナからユニオンの方に向かいます。店ということで、こちらユリオン打ち止まり店です。それではユニオンさん行ってみましょう。何気にユニオン行くの久しぶりな気がします。それでは行ってみます。ということで、お酒コーナーですが、まずありました、セイコーマート北のサングリアサワー、そしてブランデー梅しソーダ120円、こんな高くないですね。そしてこの奥にも何個かこんなトマトチューハイなんていうのもあります。あともう一個気になってたのがあるんですが見当たらないな。ルートビアとはまた違うのかもしれませんが、ガラナ、それのチューハイが売ってるみたいだったんですが、ないですね。残念ながらこの店舗はないみたいです。まあとりあえずちょっと何個かお酒買っていきます。そしてカップ麺コーナーもあった。これセコマのカップ麺、各種128円ということであるのが、辛味噌ラーメン、そしてカレー南蛮、あと野菜たっぷりちゃんぽんに昆布だしうどん、そして小エビそば、言われたのがないな。ちょっと聞いてたものがないんですが、これおすすめっていうのがあったんですが、残念ながらこの5種類しかないのかな。とりあえず何個か買っていきます。そしてあと牛乳なんか、これが大変みたいなんですが、サラベツ牛乳なんと、しかもちょっと高いんですね。400円ぐらいするんですが、せっかくなんで1本いただいていきましょう。ということでこんな感じで買っていきました。あ、っていうかお弁当買っていこう。そういえばさすがにセイコーマートのおにぎりはないですね。焼きうどんとポテトも残念ながらないようです。よいしょ、ということで購入いたしました。それでは戻っていただきたいと思います。よいしょ、ということで戻ってまいりました。とりあえずざっくり買ってまいりましたが、打ち止まり店が少なかったのか、これぐらいのものしか売ってないのか分かりませんが、とりあえず買ってきたものこちら、セコマの北海道豊富生乳 95% 飲むヨーグルトでございます。そしてこちらが北海道サラベツ牛乳1リットルです。で、横に何でしたっけ、最近ロピアでも売っていた牛乳1リットルのやつ普通に売ってましたが、それが300円しないぐらいで、これが高級牛乳。高級牛乳って沖縄だから送料で高級になってる気がしますが、398円です。これも作ってるのはこちらと一緒ですね。そしてあとお酒が2個、柚子ハイボールに北海道豊一さん完熟トマトチューハイでございます。トマトあんま好きじゃないんですけど、なんとなく買ってみました。そしてカップ麺が3つ、小エビ天そば、そしてこれがラーメンですね、辛味噌ラーメン、そして最後こちらカレー南蛮そばでございます。ということで購入したのは全てで7点でございます。ではちょっとご飯時ではないので、この牛乳本当に400円の価値があるんでしょうか。こちら沖縄県の牛乳といえばミヤヒヤ牛乳、他にもあると思うんですが、ミヤヒヤ牛乳、最近実はあまり普通の牛乳買ってなくて加工乳が多いんですけど、たまたま先日加工乳が売り切れててミヤヒヤ牛乳買いました。これが多分買ったのがザビックで250円ぐらいだったと思います。牛乳の飲み比べって味が分かるか分かりませんが、とりあえず飲み比べしてみましょう。それではコップを用意しました。同じコップなのでよく考えたら違いが分からなくなってしまいますね。でも色味そんなの変わるのか分かりませんが、一緒の方がいいですかね。とりあえずノンカットではなく絶対カットすると思いますが、コップの右左は変えないようにします。それではこちら、まずはミヤヒラ牛乳をこちら右側に、よいしょ。それでは北海道サラベツ牛乳、よいしょ。
ということで、うん、立ててここを開けるとも、あ、開いた。よいしょー。ということで、北海道サラベツ牛乳を左側に注ぎまーす。はい、ということで、いかがでしょうか。全く違いが分かりません。それでは、まずは右側の宮平牛乳いただきます。それでは、いただきます。うん。牛乳です。それでは、こちら。北海道サラベツ牛乳飲んでみましょう。398円の牛乳。あ、なんか全く同じかと言われるとやっぱりちょっと違う気がしますが、どっちが美味しいかと言われると値段に頭が惑わされてる気がしますが、なんかこっちの方が濃厚な気がします。宮平牛乳の方が悪い言い方すると水っぽい感じがします。なかなか美味しい牛乳です。宮平牛乳も美味しかったです。それでは牛乳いただきましたが、ちょっと夜にお酒、そして翌日かな、こちらのカップ麺とかもいただいていきましょう。それでは夜になりました。一杯いただきます。こちら香り立つ柚子ハイボールでございます。セコマ商品でございます。それでは開けてこちらいただきます。あ、確かに甘くない。でもなかなか柚子の香りが爽やかな感じです。美味しいです。そしてさらに翌日になりました。それではこちらの余市町さん完熟トマトチューハイいただいてみましょう。それではプシュッ、こちらトマトをいただきます。うん、あ、うん、あ、思ったより甘いですね。さすがに缶チューハイだけでなんかトマトジュースをイメージしましたが、結構飲みやすくてトマトジュース嫌いでも全然いけそうです。美味しいです。うん、それではランチタイムでございます。こちらの3つのラーメン、そしてそばいただきましょう。お湯入れていきたいと思います。ブーン、ということでとりあえずまだお湯入れてません。お湯入れる前の中も覗きたいかなと思って、こちらが小エビそばでございます。わかるかな、こんな感じでございます。そしてあとこちらがカレー南蛮、こんな感じですね。そして最後辛味噌、辛味噌は中に特製ペーストが入ってました。これを取ってお湯を入れるそうです。これはさすが辛味噌ですね。ちょっと辛そうですね。とりあえず刺激の少なそうな小エビそばから作っていきます。よいしょ。それでは3分経ちました。なかなかいい感じですね。それではちょっとよくかき混ぜて、しっかりとなんかちっちゃいエビも入ってますね。ほぐれたでしょうか。なかなか美味しそうです。よいしょ、ということで結構細いですね。それではこちらいただきます。うん、ああ、うん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 、なんかそばの味というよりですね、エビの香りが結構しますね。結構本当に小さいエビがたくさん入ってて、なんかそばをすすってるとすごいエビのいい香りがすごいします。なかなかこれ美味しいですね。うん、なんかこの細いそばがまたなかなか美味しいです。うんうん、うまい。なかなかこちらいい感じでございます。それでは次いただきながらこちらお湯を注いでいきます。カレー南蛮そばです。よいしょ。ということで3分経ちました。なかなかいい感じです。ちなみにこちらもラーメンではなくてお蕎麦でございます。カレーラーメンではありません。カレーヌードルではありません。麺は先ほどとほとんど同じような感じがしますね。しかしカレーのいい香りがします。それではこちらいただきます。ああ、カレーいい感じですね。ちょっとピリッとするかな。あ、でもこのスープのとろみがちょっとあってなかなか美味しい。うん、そんな辛くはないですけど、ちょっとピリピリってする感じですね。こちらも美味しいです。なかなかこちらも美味しいです。まあ、当然なんですけどカレーの香りがめっちゃいい香りです。それではこちら最後に辛味噌ラーメンでございます。これはラーメンですね。それではこちらもお湯を注いで、ということでこちらもできました。辛味噌ラーメンでございます。結構唐辛子が乗ってますね。そしてさらにこちらの特製ペーストを上からかけます。もうこれも結構すでに味噌っぽい味がするんですが、このペーストもなんか味噌のペーストっていう感じですね。よしよしよしということでしっかりと混ぜまして、こっちの麺はさっきのそばと違ってな、縮れ方がこっちの方が少ない気がします。そしてラーメンの方がちょっと麺が太い気がします。それではこちらいただきます。
うん、やっぱり見た目通りこの麺がこっちの方が太いんで麺の食べ応えがありますね。そしてこの辛味噌の感じ、辛さはカレーよりカレー南蛮よりちょっとちょっと辛いぐらいかな。そんなに辛くはないですね。あ、でもやっぱりカレーより辛いかな。うん、なかなかいい辛さです。美味しいです。なかなかこちらも美味しいです。それではこちら徐々にいただいてますが、どんどんいただいていきまーす。ということで、ごちそうさまでした。って言ってもカップ麺ではありません。多分今回購入したもので最後ですね。こちらセコマの北海道豊富飲むヨーグルトでございます。それではこちらもよいしょ。いただいてみまーす。いただきまーす。うん、もうなかなか濃厚ですね。辛いラーメンを食べた後にちょうどいいですね。ラッシー的な存在で美味しいです。うん、美味しいです。ということで本日はユニオンさんで購入できるセコマの商品、全部で何種類買いましたっけ ?7 種類でしたっけ。お酒が2種類、ラーメンが3種類、そして牛乳と飲むヨーグルト、全部で7種類ですね。まあ、どれもなかなか美味しかったです。すいません。と言ってもなんかセコマだから、セコマの商品だからめちゃめちゃ美味しいっていうのは分からなかったんですけど、特に牛乳ですね。やっぱり398円、400円近くするのはかなり高いですよね。僕の舌にはそこまで味が分からないので、おそらく今後は買わないかなと思います。牛乳買うときは普通の牛乳を買うと思いますが、北海道のセコマとか、あと多分内地にもあります。東北中心にセイコーマートってあったんでしたっけ。よく沖縄に来られて沖縄旅行の YouTube を開けられている T フィルムズさんも毎度茨城空港から出発される時にセコマに寄って朝ごはん食べられてますが、残念ながら焼きうどんとかおにぎり、そういったお惣菜系はセコマの商品は沖縄では販売されてませんでした。まあでも普段売ってない今回いただいたカップ麺とかもいつもと違うものを手に取って北海道らしさを感じられるでしょうか。そういった意味ではたまにはセコマの商品購入するのもいいのかなと思います。あとはぜひラインナップを増やしてほしいかなと思います。実は TikTok のライブ配信をしてた時にセコマの商品が購入できるっていうお話をさせていただいたら、カップ麺、カップ焼きそばおすすめを教えてもらったんですが、残念ながらそちらありませんでした。わさびがちょっと入ったラーメン、そしてジンギスカンの焼きそば、そんなのがあるみたいで、ジンギスカンの焼きそばなんてほんと北海道らしいと思うので、ぜひ沖縄でも販売してくれたら嬉しいなと思います。まあ輸送とかかなり大変だと思いますが、さらに商品のラインナップが増えることを期待しております。ということで本日は沖縄県のローカルスーパーユニオンさんで北海道のローカルコンビニセコマートセコマさんの商品が販売されたっていうことで、いくつか購入していただいてみました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。